アンドレ・ピエール・ジニャックは、フランス・ブルシュイコール・デュローヌ県、マルティーグ出身のサッカー選手。ワンル・ティグレス所属。ポジションは FW。FC ロリアン地元の ES フォス・シュール・メールで、キャリアをスタートさせ、5シーズン在籍した後に FC ・マルティーグの下部組織に移った。FC ・マルティーグでは、約7年間プレーしたが、他クラブに売られそうになるとこれを拒否し、1 0 0 0トル 以上も離れたブルターニュ地域圏の FC ロリアンの下部組織に移った。2シーズンかけて各カテゴリーを昇格していき、2004から05シーズンにクリスティアングルキュフ監督率いるトップチームに到達した。2004年8月13日、LB 社交流戦の78分に途中出場してトップチームデビューを果たし、出場してすぐに決勝点を決めた。 得点シーンはロナウドのようだと評され、続く試合でも控え選手の一番手として途中出場の機会を与えられた。10月29日のスタッドランス戦ではシーズン2得点目を決め、この得点がシーズン最後の得点となった。スタッドランス戦の翌週のルマン UC 戦では初めて先発出場して70分までプレーした。2005から6シーズンのロリアンは、 調子が良く、最終的には2位で、リーグアン昇格を果たすが、ジニャックは2006年冬の移籍市場で、フランスアマチュア選手権のポ o f c にレンタル移籍したため、歓喜の瞬間には立ち会っていない。ロリアンでは、半年間で1試合しか出場できなかったが、ポ o f c では、レギュラーポジションを得て、リーグ戦20試合に出場して8得点を挙げた。 2得点を挙げたスポルティング・トゥーロン戦や、ハットトリックを達成した SO、シャテルロー戦で活躍を見せ、SO、シャテルロー戦の1週間前の SO、ロモランタン戦では、同点弾を決めている。フォワードとしての自信をつけて、FC ロディアンに復帰し、2006から07シーズンは、レギュラーに定着。シーズン開始当初の3試合は途中出場だったが、 ブルターニュダービーとなった4節の FC、ナント戦に先発出場すると、27分間で、ハットトリックを達成して、グルキュフ監督に報いた。11月4日のオリンピックマルセイユ戦では、決勝点を挙げ、12月9日の CS スダン戦と12月17日のアージオセール戦では2試合連続得点を決めた。最終的にリーグ戦37試合に出場し、 チーム最高の9得点を挙げた。トゥールーズ FC2007 年6月25日、トゥールーズ FC と4年契約を結んだ。しかし、ロリアンは移籍金450万ユーロでラスクリール、メトロポールと合意に達し、選手本人もすでにリールとの仮契約を済ませていたことがすぐに明らかになった。それにもかかわらず、トゥールーズはリールが提示した年俸の2倍以上をちらつかせ、 ジニャックにリールとの仮契約を破棄させたことが明らかになった。トゥールーズはリールがジニャックと結んだ仮契約の合法性を指摘し、リールはトゥールーズが取った手段の倫理面の問題を指摘するなど、両クラブは言葉による戦争状態に陥った。最終的にはトゥールーズ遺跡の正当性が法的に認められた。UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦の リバプール FC 戦で公式戦デビューし、65分に途中出場したが0から1で敗れた。2試合合計は0から5となり、大会からの敗退が決まった。10月4日、UEFA カップグループリーグの PFC クスカ、ソフィア戦で、ヨハンエル・マンデルとの交代で出場すると、ロスタイムに得点して、クラウジネーに許した、先制点を帳消しにし、 アウェイゴール差での勝ち抜けに貢献した。しかし同シーズンのリーグ戦では、クラブ同様失望のシーズンとなり、体重の問題で苦しんだこともあって、ジニャックは28試合に出場して、わずか2得点に終わった。トゥールーシーは降格圏から、わずか勝ち点1差の17位でシーズンを終え、低迷の戦犯に上げるメディアもあった。本来のセンターフォワードではなく右サイドハーフで起用されるなど、 エリボー監督の評価が低かったことも不審の原因であった。プレシーズンマッチでのジニャック2008年になると、エルマンデルがボルトン・ワンダラーズ FC に移籍。それによってセンターフォワードのファーストチョイスとなり、その得点能力を開花させた。ルアーブル AC 戦では88分に決勝点を挙げ、2008から09シーズン開幕から2試合目にして初得点を挙げた。 その後も重要な得点をいくつも決めており、9月28日のバランシェンヌ FC 戦では、ロスタイムに決勝点となる先制点を挙げ、FC 訴訟戦、グルノーブルフット38戦、エースサンテティエンヌ戦、オリンピックマルセイユ戦、オグックニース戦では1試合に得点を決めた。アランカサノバシン監督の信頼を得て前半戦のみで12得点を挙げ、 前年度チーム得点王のエルマンデルが記録した11得点を早くも超えた。2009年3月7日の FC ジロンダン、ボルドー戦では、ジニャックの得点などで3から0で解消したが、ボルドーは次の試合から13戦連続勝利で優勝を決めている。得点ペースは最後まで衰えず、最終的には24得点でリーグアン得点王を獲得した。 2位のカリム・ベンゼ・マラに7得点差をつける独走で、その得点のほとんどが、右足のシュートによるものだった。2008年9月と2009年3月には、リーグ月間最優秀選手賞を受賞し、シーズン終了後には、リーグのチーム・オブ・ザ・イヤーも受賞した。リーグ最優秀選手賞にもノミネートされたが、結局 FC ジロンダン・ボレドーのヨアングル・キュフが、受賞した。2009年夏には、 オリンピックリオンから1500万ユーロのオファーを受けたが、クラブはこれを拒絶。しかし、ビッグクラブへの移籍を望んでいたジニャックは抗議のために、練習をボイコットした。この他にもプレミアリーグのアーセナルと、マンチェスターユナイテッド FC、セリエ A のユベントスと AC ミランに興味を示された。この年から、背番号を10に変更し、8月14日には、 クラブとの契約を1年間延長して2013年までとした。8月15日の AAS サンテティエンヌ戦でシーズン初得点を決め、5日後の UEFA ヨーロッパリーグ予備予選トラブゾンスポル戦ファーストレグでは2得点して勝ち抜けに貢献した。同大会ではグループリーグのクラブブルフヘ戦でも得点した。リーグ戦では7節まで。 無得点が続いたが、10月24日の RC、ランス戦でチームの2点目を決め、11月8日のスタッドレンヌ戦では決勝点を決めた。12月10日の訴訟戦では2得点を挙げ、2010年1月16日のバランシェンヌ FC 戦ではチームの全3得点をアシストした。春になると負傷により、 大半の試合を欠場したが、2009から10シーズンも、チーム得点王となった。シーズン終了後には、FC バルセロナへ移籍したダビド・ビジャの後釜として、バレンシア CF への移籍が噂された。オリンピックマルセイユ2010年8月20日、オリンピックマルセイユのジャンクロードを出し得る会長は、ロイ・クレミーの入団発表記者会見に先立ち、 自虐区の獲得が内定したことを明らかにした。日にメディカルチェックを受け五年契約を結んだ。遺跡金は明らかにされていないが、千六百万から千八百万ユーロの間だと報じられている。背番号十を受け取り、八月二十九日のボルドー戦でデビューした。遺跡後初得点はデビューから二ヶ月後の AS、サンテティエンヌ戦であり、十一月三日に行われた。 UEFA チャンピオンズリーググループリーグの MSK ジリナ戦ではハットトリックを達成した。しかし前半戦は荒れたピッチコンディションに苦しみ地元メディアやサポーターに批判されかつてマルセイユの選手だったジャンピエール・パパンにはジュニャックのプレーはとても退屈だと評されたが本人は批判を最もない意見だとし以下のように切り返した。2011年には 本当のジニャックを見せるよウィンターブレイク後には宣言を実践に移しリーグ再開初戦となった2011年1月16日の FC ジロンダンボルドー戦で得点を決めた1月19日リーグカップ準決勝のアージオセール戦ではチームの2点目を決め決勝に進出した2月5日の AC アルルアビニョン戦では決勝点を決め翌週の訴訟戦では2得点を挙げて UEFA チャンピオンズリーグ出場権、獲得権内復帰を果たした。最終的には、リーグ戦で30試合に出場して8得点、UEFA チャンピオンズリーグでは5試合に出場して3得点を挙げたが、エースとして期待されたほどの活躍はできず、シーズン終盤戦は、左サイドハーフに追いやられた。フラム FC のマルティン・ヨル監督によると、 移籍期限の2011年8月31日に、フラム FC への移籍で合意間近であったが、マルセイユ側が移籍に合意しなかった。11月24日、チャンピオンズリーグオリンピアコス FC 戦でスタメンを外されたことを知り、指揮官であるデシャンに激怒。この試合には出場したが後日リザーブチーム域を宣告された。その後も出場機会には、 恵まれず、21試合でわずか1得点に終わった。2年間あまりに不甲斐ない出来だったジニャックだが、監督が、トゥールーズ FC 時代にも一緒だった、エリボーになると、ボー監督は、負傷が長引いていたロイクレミーに代わって、ジニャックをトップに起用し、レギュラーダッシュに成功。すると、開幕から4試合で3ゴールを挙げるなど期待に応え、見放されていたファンからも徐々に信頼を得た。 また、旧説のパリ・サンジェルマン FC と乗るクラスイクでは、相手のズラカン・イブラヒモビッチとジニャックの両エースが共ににゴールを挙げた。ティグレス2015年6月20日、マルセイユを契約満了となるシーズン終了後、メキシコのリーガ MX1 ル、ティグレスに加入することが発表された。遺跡者年度は39試合で28得点を記録し、 MVP と得点王を獲得した。2020年2月29日、リーグ後期発節で、ブーマスアナム戦で、ハットトリックを達成した。11月23日のデポルティーボトルーカ戦で、FK を決め、リーグでの通算ゴールを120号とし、ヨーロッパ出身の選手としては、リーグ戦最多ゴール記録を樹立した。コンカ,カフチャンピオンズリーグ決勝のロサンゼルス、FC 戦で、 決勝ゴールを決め、大会優勝に貢献。同大会では、トータル6ゴールにアシストの活躍で、大会得点王と最優秀選手賞を受賞した。北、中米カリブ海王者として臨んだ FIFA、クラブワールドカップ2020では、準々決勝で2ゴール、準決勝で1ゴールを決めて、チームを勝利へと導き、同大会において、北、中米カリブ海勢初の決勝進出に貢献した。 フランスのアンダー代表経験はない。母方の祖母はアルジェリア人であり、アルジェリア代表でプレーする資格も持っていたが、フランス代表を選択。2009年3月20日、レーモンド・メネク監督から2010フィ f ファワールドカップ、ヨーロッパ予選、リトアニア戦に招集された。4月1日に行われたホームでのリトアニア戦で途中、出場してデビューし、フランク・リベリーの決勝点をアシストした。 8月12日の同予選、フェロー初等戦では、ワントップ君のポジションで先発出場し、42分に代表初ゴールとなる決勝点を決めた。この試合では、再三チャンスを演出し、セルビアとの主役争いに留まった。10月10日に、ガンガンで行われたホームでのフェロー初等戦では、立て続けに2得点を決め、5から0で解消した。 ガンガンでの試合の4日後に行われたオーストリア戦では後半にティエリアンリとの交代で出場しダメ押しとなる得点を決めた。2010年5月11日には 2010FIFA ワールドカップのための30人の代表候補に選ばれ、後に23人の出場メンバーに選ばれた。背番号11を受け取り、ウルグアイとのグループリーグ初戦では シドニー・コブとの交代で85分に途中出場した。グループリーグ最終戦の南アフリカ戦には先発出場したが、フランス代表は1-2で敗れて1分け2敗で、グループリーグ敗退が決まった。2016年のユーロフランス大会でも代表に選ばれた。2021年6月25日、東京オリンピックに臨むフランス U-24。 代表にオーバーエイジ枠で招集された。初戦のメキシコ戦では PK で一得点。南アフリカ戦ではハットトリックを達成するものもチームはグループリーグ敗退となった。南フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏のマルティーグに生まれた。父母ともにフランス人であるが母親はアルジェリアにルーツを持つ。既婚者であり、2007年6月20日に息子が生まれた。 フランスフットボール氏のインタビューでロマにルーツを持つことを明らかにしているが、僕はマヌーシュと共に育ち、妻がマヌーシュであるため、息子は自動的にマヌーシュとみなされる。僕の家族はキャラバンで生活し、市場で働いている。服が欲しかったら義母が売ってくれる。僕は時々彼女に会いに行って、露天の後ろに立っているよと発言している。 グルノーブルフット38に所属するディフェンダーのジャック、アバルドなど、SM カーンに所属するウィングのヨアンモロはそれぞれ、いとこである。本来のポジションは、センターフォワードだが、ウィングとしてもプレーできる。2010から11シーズンは、オリンピックマル声優で、左サイドハーフとしてプレーすることもあった。力強く危険なストライカーと表現され、空中戦に強みを発揮する。 1984年にフランスが UEFA 欧州選手権で初優勝した時のメンバーであるドミニクロ首藤はジュニアックに対して彼はほとんどスペースを必要とせず素早くシュートが打てると述べている。フランス代表のチームメイトであるティエリアンリは彼は必要があればボールを持つたびにゴールを狙う少し古い時代のストライカーを思い起こさせる。 練習でも始終ゴールを強く望む、すごい奴だと語っている。ありがとうございます。